モノクローム名物時の大火についてお話ししていきたいと思います。待ってました。はい、これはですね、歌われるものといいますと、偽りの仮面とそれから二人の箱ごろとに登場しておりますオシトル、ムカズチ、ムネチカ、この3人の若かりし頃の物語となっております。なるほど、はい、これはね、前日探的のお話ということ で、なんかキービジュアルもね、はい、みんな若かりし、そうなんですよ、見た目をしております。ね、今もしかしたら皆様の方にもね、映っているかもしれないですけれども、ちょっと 若い感じの前日的な感じでありますからね。それで、まあ、散りゆくものはあのトゥスクルだったりとか、偽りの仮面はヤマトだったりとかってあるんですけど、今回はそのエンナカムイというところから始まってまいりますので、なるほど、今までのね、まあ、エンナカムイ自体は出てきてるんですけれども、本編の中で語られていない情報、もしくは語られていた情報の大元はこれですよ、なんていう話が見えたりもするので、例えますと、三日月、僕の演じております三日月と猫ねがね、ちょっとこう犬猿の仲的な部分もね、そうですね、はい、あれなぜかっていうことが今回分かったりとかします。相当聞いてましたからね、はい、ことは猫でも出ると、はい、もちろん間違いなくそれは出るっていうことですね、はい、なるほど。そしてですね、若かりし頃の3人なので、はい、まあ、今とちょっとキャラのイメージが違うというのも楽しめる要素の一つとなっております。そうですね、例えば宗近はね、強いっていうイメージがありますけれども、モノメビでは結構可愛い面がね、多く出たりとかするらしいですよ、はい、ちなみにこれ、まあ、オシトルも三日月も若いんですけれども、まあ、もう収録したじゃないですか、はい、若いキャラクターを演じるにあたって何か苦労されたりとか、なんかエピソードみたいなのあります？いや、でもなんか一番最初にまあ、自分でこうイメージしてきて、はい、でバンってやったら、それでって言われたさすがですね、素晴らしい、素晴らしいですね。同じ帽子をかぶるものとして、トネさんは帽子をかぶられるものが違う僕はやっぱりどうしてもなんか、なんか不敬は割となんかやること多かったんですけど、いろんなお仕事で、例えばロスフラでもフギトっていうおじいちゃんやってとかしてるんですけども、はいはい、若いの結構なんていうんですか、あんまりやったことがなかったので、そうなんですね、若いキャラを演じるのちょっと苦労しましたね。しかもなんかオシトルちょっと若いと血気盛んな、なんかイメージというか印象は、確かに髪型もちょっとポニテで、なんかポニテポニテポニテなのかポニテではない、まあ、ポニ、まあそうですね、はい、なんか全然今と雰囲気違うなと思って、なんか最初なんかキャラクターテストだっていう時になんか結構偉い人に囲まれてうん、いやこうじゃない、こうじゃない、いやこうだ、それじゃ、いやもっとこう、もっとこうしろみたいな感じでこう、いろいろこう試行錯誤を重ねた結果、まあ、なんか落ち着いたキャラ、このキャラクターになったっていう感じですね。そうですね、まあ、さっきねちょろっと聞いたんですけど、いろんな方が、まあ、トネさんのね、いろんな方がこうトネさんのを決めて、もう偉い方全部 OK って言ってんのに音響ディレクターの方が許さないっていう何かが違うと、そう、違う、まだ達してないみたいな、はい、もう一回みたいな、そうなんですよね、はい、そのね、血と汗と涙のトネさんの結果がこう出てきますからね。そうですね、しゃべり通しまくってますね、これは、はい、なかなかね、苦労したのもあったんですけど、はい、でもそれは3人だけではないですから、この、モノベビから新たなキャラクターとして登場するキャラクターもございます。そうですね、はい、新キャラとして登場するのがヒロインですね、はい、シューニャという名前の女の子でございます、はい、真ん中のですね、赤いカチューシャの女の子になっておりますが、いや、めちゃくちゃ可愛い、はい、声も可愛いんですよ、いやー、CV がなんと、はい、稲口優子さん、もう最初のロストフラグの収録の時に、このモノクロームメビウス出ますよってお話聞いて、はい、ヒロイン誰なんですかって来て、稲、はい、口優子さん最高と思って、いやちょっとね、そうですよ、本当に可愛いです、嬉しいですね、なんか僕が言うのもちょっと失礼かもしれないですけど、はい、可愛かった僕なんてもう稲口さんの世代ですから、アニメとか見てた世代ですから、ちょっとご挨拶したいんで、僕収録終わったんですけども、来るまで待ってていいですかって、スタジオでこうずっとなんか張り込みしてましたからね、はい、ご挨拶できました、できました、はい、もうイメージと全く変わらない、もうなんかもう可憐な方で、もうすごい優しくて、もうなんかちょっとにやけてしまいました、はい、でそのね、映像がもうすでにね、いくつか公開されているかと思うんですけれども、はい、はい、なんとここで初公開の最新の PV を一緒に見ていきたいと思います。それではどうぞ。
未来にまだ地球があるとしたら、これは父の背を追う一人の青年が仲間たちと共に成長と挫折を繰り返し、やがて英雄と歌われるまでの物語。モノクローム・メビウス、時の大火。広大な大地を縦横に駆け抜け、未体験の冒険を繰り広げる。行く手を阻む強敵を仲間と協力し、己の技を駆使して打ち倒す。侮るな。燃やしてやる。オシュタルだな。ああ、分かっている。娘のことなら案ずる必要はない。決して悪いようにはしないと約束しよう。俺たちがおとなしくシューニャを渡すと思うのか。オシュトル。オシュトル、何じゃ。そうか、ハシバクルの父に会いたいか。ならばすぐに会わせてやろう。各地には多彩な種類の生物が息づき、敵のシンボルに接触すれば戦闘を。敵との接触方法で戦闘は有利にも不利に。戦闘中の行動は左上の連環で確認できる。先手を取り優位を握れ。攻撃を与え続ければ敵はよろめき状態になり、行動の順を大きく遅らせることができる。連環を利用した戦技も存在する。一定の行動で気力を貯めれば、順番を待たずに行動が可能に。気力解放中に上昇を使えば内側の連環に。上昇を使わずともよろめいている敵を攻撃すれば内側の連環へ移動できる。これにより次の行動までの時間が短縮され、うまく使えば敵の行動を完封することも可能。忘れてはいけないのが春の存在。この俺様は可愛いだけじゃないんだぜ。地位を守るための護身プログラムも備えてある。まあ見てな。光子力ダイナモが上限までたまれば、味方に代わって春が戦闘に乱入。働かざる者なんとかってな。強力な攻撃で敵を粉砕してくれる。何がどうなったのかよくわからないが、とにかく助かった。ありがとうな。いつでもってわけにはいかないがな。ご使用の際は用法用量をお守りくださいってやつだ。死んだはずの父の消息は、食材の国アーバシュランとは、そしてかの者たちの目的とは。モノクロームメビウス、時の大火。おー、はい、モノクロームメビウ
です。時の大化の最新 PV でございました。どうですか？いや、これすごくないですか？すごくないですか？なんかグラフィックもそうですけど、なんかすごい世界観みたいなの広いですし、はい、戦闘システムとかもなんか割と詳しく説明してくださってましたよね。そうですね、あの連環がこうなっててね、あの内側に行くほどスピードが速くなりますよみたいなのが入ってましたし、はい、なんかちょっと単性っぽい戦闘も、そうですよね、なんか結構最近アクションゲームが多い中で、はい、こう単性のバトルも楽しいんですよね、うんうん、そうですね、これがね、あのでこう上がっていけば上がっていくほどそのターンがね速くなってくるっていうことになってきますから、そうですよね、だから、はい、単純なターンじゃなくて、なんかこうなんかずっと俺のターンみたいな感じのこともできそうな感じの、ね、はい、システムでしたよね。まあ、あとなんかコメントもありましたけど、あのウォプタル、うま、あ、うま、お風呂に乗ってましたよね、はい、なんかウォプタルってもうずっとなんかクロウとベナビの専売特許みたいな感じのイメージありましたけど、確かにね、もう今回移動手段としても乗れるというね、はい、そうですね、フィールドがめちゃくちゃ広そうだったので、ね、本当ですよね、これはここまで見れる違いがありそうな、はい、なんかあのグラフィックの綺麗さに私の視力が追いついてなくて時々すごいなんかもうあれなんか追いつけないみたいな瞬間があるぐらいめちゃくちゃ綺麗でしたね、グラフィックも。あと春ね、出てきましたね。あ、出ましたね、なんか春、かわいい春、そうですね、聞いたことある声、ね、なんか聞いたことある声が、聞いたことある、ね、いや、なんですかね、あのこれ声優さんを正式に発表になってるのは4名ですか、パーティープラス周年のね、南口さんの4名しか、はい、誰なんだろう、誰ですかね、誰なんだろう、いや、わかんないですけど、めっちゃうまいっすよ、ね、そうですか、本当になんかいや、あの春のキャラの喋り方すごいいいな、まあ、僕聞いて誰だ、これはあの人だなって、ね、まあ、何色の彗星の人か知らないですけど、あの人だなっていうのとかは聞こえましたけどね、そうですね、明らかにラスボス感ある方いましたね、そう、絶対強いですよ、あれが、そうね、絶対ラスボスとラスボスの人が最初から戦ってるぐらいの感じがありましたけど、はい、確かにちょっとキャストが歌われ強すぎるんですよね、そうですよね、そう、でもあの基本的には前日譚 の意味合いが強いですので、皆さんご存知のキャラクターが小さかった時ってとことはですよ、ね、今まで出てきてなかったそのキャラクターたちのお母さんとかお父さんとかが出てきたりして、まあそこのね親子関係親子愛とかっていうのもちょっとグッとくるようなねところがあったりとか、はい、しますので、はい、だからそうですね、だから若かりし頃のお話なんで、今までの物語で救い上げることができなかった数々のエピソードを垣間見ることができますという流れなんですけども、うん、はい、まあ、例えばですね、あのオシトルと三日月の世を忍ぶ仮の姿、うん、まあ、ウコンとサコン、雨のサちゃんね、はい、サコンの誕生秘話なんかも織り込まれていたりとかですね、あと偽りの仮面で登場したアトゥイが一目惚れしたユーリとその婚約者ンハライも登場するという情報が垂れ込みが入っております。入ってますね、はいはい、まあ、あとやっぱりそうですね、あのオシトルとネコネの母トリコリとのシーンがあるそうで、まあ、かなこれもかなりグッとくる内容らしいですけど、かなりきますね、楽しみ、だって、はい、ね、あれえ下川 P がチャットでコメントされてるらしいですよ何してんのよ下川さん、何してえコメントが、お、モノメビの BGM 使ってるこれ今あ今これ、あ流れてるやつ、コメントしつつなんかこうしっかりと宣伝がさすが素晴らしい、あのご覧の皆さんに言っておきますけどね、あの他の部屋で下川ピーは実はつぶやいてんじゃないかとか思った、本当に来てないですからねこの辺もねプライベート、なんか本当に家でつぶやいてますか、はい、晩酌しながら見てる、いやずるいよ絶対高い酒飲んでんだよ、いや普通に楽しんでますね、そうですね、そうなんですよね、まあ、でもね皆さんね、はい、あのいろいろこう今映像を見ていただいて、まあ、こういうのあるよああいうのあるよっていうお話を今させていただきましたけども、はい、やっぱりゲームですからね、プレイしてみないことにはね分からないことはいろいろ多いと思うんですよ、はい、だからトネさんプレイさせてください、プレイですか、そうですね、プレイ、いいでしょう、やったぜ、やったぜということで、はい、はい、まだまだ絶賛開発中ではございますが、なんと我々が少しの間ゲームで遊ばせていただけることになりました、やった、待ってましたこれ、はい、でも、一つだけ皆さんお願いします、本当に開発中のゲームですので、開発中のゲームを、生でやるやばいこの歌われでっていうね、なるほど、そうですね、だから、映ってはいけないものが映る可能性も非常に高いです、そうですね、はい、その場合皆さんは見なかったことにしてください、そうですね、記憶を消していただいて、はい、分かりましたか、分かりました、分かりました、皆さんもですね、はい、では、
私の手元にコントローラー参りました。プレステ5だ。プレステ5でうわ欲しいやつ。本当です。曽根さん今日のギャラプレス5でいいって言ってます。いやなんか全然それでもやぶさかではない。いや本当だよね。初めて触ったプレス5。全然嬉しい、はい、目の前に本体もありますしね。本体もありますしね、はい、これはもうナッカープラスさんの私物なんで。あ そうなんだ。持って帰れないそうです。これ持って帰ったらじゃあ開発が止まっちゃうわけですね。もう発売しなくなります。それはま、それはまずいですね。はい、じゃあいいですか皆さん、はい、映像あじゃあ私ちょっと慣れてないんで本当にどうなるか分からないですけど行かせていただきたいと思います。はい、お願いします。よろしいですか。動かしますよ。プレイ動画だ。いいプレイ動画。いいのいいの本当に動かすよ。いいの、はい、お願いします。プレイスタート。おおおすごい。走る走る。めちゃめちゃ綺麗。なんかいる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 。おお、あ鳥、お鳥プリプリしてる。お尻が、お尻プリプリ。なんか鳥来た鳥来た。逃げろ。あ、ダッシュができるですね。ダッシュできます。上の青いのはスタミナゲージかな。あれがある限りちょっと可愛いな。あ、あ、今の目的はと。あ、めちゃくちゃ広いよね。え、めっちゃ広くないですか。なんかこの草とか土の描写がもう綺麗すぎて。いや、すごい細かい。残通でも相当綺麗だなと思いましたけど。スタミナ切れちゃった。あ、これがスタミナゲージなんだ。あ、虫が、虫が。お尻からかじられる。怒ってる。あ、わかったわかった。あ、あ、円環をしてない。はい、円環シーンになりました。こういうさっきね見ましたけども、これで、選んで攻撃。おお。この辺はまあちょっと怖い的なのかな。まだね、まだまだ。13ということで。左上の丸いのが。これで終わりだ。これでこれで終わりだって言ってますね。かっちょいい。あ、これでいろいろなでしこ入りましたよとかってことですね。いや、画面もすごい見やすい。ロードも短い。確かに、あー、なんかモンスターがちゃんと大きさが、あ、もう草で見えなかったりすることもあるですね。すごい、こっち？これは壁です。こっちって言った方が壁。あー、お尻からかじられた。かじられた。やっちゃおう。なんかこれ先制攻撃とかもできるんですかね。あ、でも今後ろから召喚されたから敵が先に攻撃してきましたもんね。うん、あ、でもこの辺は敵は余裕っぽいですね。ですね。いやもう水口さんのボイスも。あ、いや、な、何すんの前。やめろ。精進あるのみ。おお。いや、これでどんどんレベルが上がっていくってことですね。かなり出来上がってますよね。いや、めちゃくちゃ楽しそう。あ、こうやって出てくることもあるんだ。これ全体マップ見ます。あ、広いですね。あ、しかもちゃん行ってないところはちょっと黒くなってる、ね、そうですね。とりあえずあの砂漠の方に向かってくださいってことなので、砂漠の方に向かっていきたいと思います。もうこういうゲームやるとね、もう隅から隅までマップを、ね、100% したくなるんでね。レベル上げすぎちゃう。あ、なるほど、こういうところで、あ、エリアが切り替わった。はい、切り替わりました。新風力です。おロード短い。おで、ここがセーブポイントらしいです。左のシンボルが、あ、この子ですね。はい、ポイント。猫股ちゃんが、猫股ちゃんがいます。ちなみに内田さんって結構ゲームされる方ですか。いや、ね、特定のものしかやらない。いや、でもさ、これはさ、何、こう配信じゃないじゃない、はい、だからやり込めるよね。確かに、いくらでもいけちゃうですね。もう一回コンシューマーゲームなんで戦っちゃう。あ、来た。お、よし、覚悟しろ。あ、覚悟しろって言ってる間に殴ってくるっていうね。強いな。なんか技とかを使って、技がありますね。技、妙技、あ、戦技。これで結構なんかターンの速度とかも変わったりするんですかね。効果があって、右のキャラクターの上のバーが体力で、下がその技のポイントなのかな。回復させるダメージ、威力、火力、消費。あ、でも周囲はそうですね、43あるから全然まだまだ。こんなに強い。おお、強い。敵に感じできるってことですね。あ、ちょっと確かにちょっとなんかあれですね、物理よりは、技の方が強そうですね。確かに属性みたいなのもあるのかな。
強い。お強い。さすがでございます。確かに属性の相性とかもあるんですね。でやってみたいですか？いや。やってみたいですか？めちゃくちゃ楽しそう。はい、ちょっとここまでということになります。一旦じゃあ私のプレーはここまでございまして。ありがとうございました。すごい。すごいですよね。めちゃめちゃ。はい。なんかこちらゲーム内ではテートも散策できるし、各キャラクターたちの故国にも訪れることができますということで、本当にいろんなダンジョンがテートなんて。そう、作り込みすごいよね。テート歩ける。だから円中身とかも歩けるのかな。全然今回関わってないので何も知らないんですけど。そうですね。一番まっさらな状態で一番皆さんと本当に、ね、これを見てる皆さんと全く同じ情報量です。そうですよね、はい、初めて見るわ。ストーリーとしてもね、出てるものしかわからないわ。 で、うん、でも僕も内田さんも収録した時にはもうこんなゲームになるとは全く思って分かんなかったです。確かに、いやでもこんな綺麗でさ、こんな見渡す限りみたいな感じで、そうですね、早いし、うん、結構フィールドも散策しがいがありそうな。僕なんか勝手に収録中なんか、まあ、なんかあの 2D のなんかあの、うん、ファミコンみたいなグラフィックを想像してたところもあったんで、うん、あれ、あ、え、マジ？チャット欄のコメントにアマズユタツキさんもコメントくれてるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。アマズユさんありがとうございます。ありがとうございます。お世話になってます。皆さんお世話になってます。この下川ピートの反応の違い。すごい、いろんな方がね、コメントしてますね。嬉しいですね。皆さん夜更かししてますね。その間にトネさん目の前になんと、はい、コントローラー、はい、ました。今日持って帰ろうと思います。いや、ダメです。ダメです。トネさんゲーム結構ねやり込みますよね。バリバリやりますね。ゲームは結構ジャンル問わずやる人なので。じゃあちょっと難しいのが来ても大丈夫。そうですね、もう全然この類のゲームはもう散々やってきましたから、ね、もうこれだからほとんどさ、あの世に出るのが初めてぐらいの画面ですから。そうですね、だからトネさんが楽しそうにね、使いやすそうにゲームするか、うんうん、そうじゃないかによって裏行きが大きく変わってきますから。そうですね、あとは絶対バグらしちゃダメですよ。そうですよ、そうですね、見せてはいけないもの見せてはいけませんからね。そうですね、ちょっと今日アーカイブなくなっちゃいますから、はい、どう気をつけたらいいんだろうこれ。アーカイブで編集してください。じゃあトネさん、いきなりボス戦とかやってもらえますか？おえ、あ、そういうことなんですね。ボス戦から難易度が、わかりました、お任せください。はい、やっていきたいと思います。お願いします。ではプレイスタートです。よということで、もうなんかいきなりボスがいそうな穴の前にいますけれども、直前まで進めております。 はい、この青い点々はですね、エリアを切り替えるラインですよね。はい、じゃあ早速突入していきたいと思います。突入しました。何が出るのかな。ボス戦、あ、イベント、ムービーが入りましたね。外だ。かわいい、かわいいな。あ、まあ、かわいい、ぷくってしてる。え、かわいい。あら、お、コントローラーが震えております。私なの？いや、違う、地面から何かが。危ない。おお、顔が出てきた。おお、でかいの笑っとる。シュウには笑ってる。シュウにはこの手、両手でポーズ可愛いですね。可愛い。結構なんかのほほんとしますね。戦闘中でも。ピキュルリーと言ってるらしいですよ。ピキュルリー。なんかちょっと焼いたら美味しそうだね。なんだあれは。確かに。可愛い？どう見ても可愛いですね。あんな巨大な貝が砂漠に生息するなんて聞いたことがない。砂漠にでもやってないんですね。ね、砂抜き大変そうですね。どんだけ砂入ってるんだって話。潮干狩りだ。シュウニャは笑ってます。嬉しそう。嬉しそう。シュウニャ、そいつから離れろ。やっぱり。ほらほら、オシトル、父様が言ってた通りだぞ。通りだぞ。だぞ。だぞ。だぞキャラ。親父の言っていた話は作り話じゃなかったのかよ。親父がなんか言ってた。うん、砂漠に海外行ってきた。ハミヤグリだよね。ハミヤグリ？ハミヤグリ。ハミヤグリって言ってたんですよ、お父さんが。でかすぎる。いや、ちょっとじゃないだろう。ハミヤグリってこう手の上に乗るぐらいじゃないか。あ、僕らが知ってるハマグリですね。そうですね。ハミヤグリ、この世界ではハミヤグリ。あの蜃気楼はこの子が見せてたんだよ。かわいい。父様の言うことに間違いなんてないんだから。蜃気楼を見せる怪談。
かもう手なずけた感がありますね。ピッピッ、ほらこの子もそうだって言ってる。くなってる。カイと会話ができる。カイだけに。いや、カイ、カイだけだろ。カイと会話。そもそもお後がよろしい。ちゃうわ。一つ見せるものでだな。お、ビュッ、ビュルルル。会話しますね。ダメだよ、オーストル。違うって言われてすごく怒ってる。そんなことで怒ります？意思疎通取れてる。ちょっと違うって言っただけで怒ります？解釈違いが。ほら、解です。もうそれで解、解だけに解釈違いです。今の会話の流れでもう戦います？戦いますよ。解だけに。解だけに。目合わせ願おう。戦いで。ね、こんがり焼いて食べましょう。ちょっとボスなんでね、もう早速、あ、でも最初攻撃かな。最初やっぱ攻撃にしよう。そうですね。なんかちょっと、薬系の技ないですか？キロ？なんだ？命中率低下の効果。あ、新規。なるほど。綺麗。幻に包まれそうな感じ。うん、収入もちょっと、はい。あ、でも当たりますね。そうですね。収入は技を使った方が良さそう。左上のリングの右下にキャラの顔が来ると。そうですね。今一番その手前側の濃い、あの太い線が太くなっているところが、攻撃順ですよということですね。あ、いろいろありますけど、この順番が技とかによって変わってくるんですね。これでいったら次がハミヤグリで、そして執念になるっていう。なるほどね。この技強そうじゃない。流水症ですかね。行動を一応大きく後ろに下げるので、後ろに下げる、敵のターンが来ないようにできるのかな。ハミヤグリ、ゼア、あ、今下がりました。あ、すごい、すごい、下がりました。ね、さっきまではハミヤグリの方が先だったのに、執念の行動が先になったということですね。こういうのを使っていくと、もう自分だけのターンみたいなのができるんだ。ですね、ですね。すごい。ボスだからなんか状態上効かない感じするけど、ちょっと眠らせてみようか。眠りますかね。意外と寝ました。寝ました。寝ました。全然聞いた。寝ましたね。寝たけど行動順はかかってないから、これ起こしたらすぐ来ちゃうのかな。でもちょっと命中率下がってるんで、命中率少し上げみようかな。お、あ、やっぱ来ちゃった。で、今なんか星がくるくる回ってるから、くるこれくるくるチャンスですよ。これこれがひるんでる状態なんで、さっきの PV に行くと、この間に攻撃すれば、あれ少し今攻撃者が修羅が内側に入ったってことか。そうなんです。修羅が一個内側のリングに入ったんで、この後一周する距離が短くなったんです。そうか、この回転が速くなるんですね。あ、え、なんか宝石が一つ。宝石、宝石狙い、威力を、まあ、あ、なるほど、この中に宝石が、いろいろ、ちょっといろいろやりつつ学んでいく感じですね。分かりやすい。やっぱちょっと周囲は物理攻撃って弱そうな感じがしますけれども、なんかでもこの戦闘中のモーションもめちゃくちゃ動きが綺麗。砂吐いてる。砂吐いてるよ。砂吸って吐いてですね。これは食べるの大変ですね。もう絶対食べたいですね。はい、これは結構技とかを使ってガンガン進めていった方が良さそうです。あ、なんか、なにこれ、なにこれ、アルワン、アルワン、急に歩いてほしいって言われたから押したよ、押したよ。これは気力解放、気力解放で、あ、なに、上昇、なんかある、運気上昇、違う、上のサークルに移動します。おお、あ、これで一番上の、はいはいはい、入ったのかな、はい、一番あの、ね、距離の短いものになったってことですね。はい、あ、この間は、はい、はい、痛い。おー、強い、強い、2回ヒットするし、あと使ってないの、これ監獄、もう、ね、コメントでも皆さんね、あの、ともかく 砂を吐き出させろ。とにかく砂をね、いやもう食べにくいから早く砂だけは出しとけっていう。そうですね、そうですね、完全に酒のつまみです。食べた時にジャリジャリいっちゃいますからね。どんどん攻撃しましょう。いや、塩抜き麺、砂抜き麺のタイプだな。あ、ほらほらほら、また吸っちゃったから。あ、よけた。あ、そうそう、これはピヨピヨしてるから、ピヨピヨチャンスですよ。意外と難しい。でもボス強い、ボスだもんね。そうですね、もうどんどん攻撃していきましょう。じゃあ、雷で。しびれるよ。どんどん、あ、もういい、いいですね。あ、とうとう MP が尽きた。やばい、これアイテムとか。これまずいことになった。はい、これ
あ、来たか。おてーな なんという倒れ方やりました。かわいすぎる。神破り汁をゲットしました。おいしそう。素晴らしい。はい、いい出汁取れました。いい出汁取れましたね。これ出汁なんだね。そうですね。ありがとうございます。やりました。もうコメント酒蒸しがいいなって書いてある。酒蒸しがいい、いいですね酒蒸しね。はい、はい、いやこれちょっと期待が皆さん高まると思いますけれども、どうですか実際プレイしてみて。いやもっとやりたくなりました。もうこんなちょっと、うん、もっとやりたい。なんかちょっとなんか やらせてもらうとなんかもっとやりたくなるなっていう感じですね。そうですね、うん、なんかもっと序盤からやってればこうなんかボスとの立ち回りもサクサクいけそうな感じがしました。そうですね、確かにこれはやり込み要素も多そうな感じですよ、うんうん、はい。でもね、田中さんはねこの情報とかこれ全く知らない状態からですけど、全然普通に楽しめていけますよね。そうですね、うんうんうん、なんか普通にあの単戦なのでなんかいろいろ考えながらプレイできそうなんで、うん、ちょっともう私もぜひ発売したらやりたいと思います。そうなんです。だから今までの歌われシリーズに全く触れてない方でも存分に楽しめる内容となっております。むしろ物目見で歌われに興味を持ってもらえて過去作に触れてもらえたら僕たちも嬉しいなと。まさにね、ここから始めてもいいぐらい、ま、ここらはい、はい、やってもいいと思いますんでね、はい、で実は僕たちですね、あのオーシュトル三日月以外の役も演じてるんですよね。そうあのサコンとね、はい、ウコンとね、まあ、もちろんウコン、サコンでもありません。えなんか他もやってるんじゃないかなっていうところなので、ぜひプレイして探してみてほしいなというお話がありますよ。その話言っていいの？いやあのえやっと探して、まあ、何やったかは言えないですけども、実際プレイして聞いてみて、ね、あれこの声うちでさんじゃないみたいなね。でも今のところ全然心当たりないです、うんうん、今のところ全然わかんないですもんね。あいいみたいですよえいいの、はい、えいいのかしら。いやちょっとでちょっと、まあね、でも後でやってますよ。ダメ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 。どっちやねん。どっちやダメダメって合図来てますよ。ね、この後トネさんいないかもしれないです。僕が、はい、もしかしたらそこにあのぬいぐるみが置かれてるかもしれないですよ。あそうですね。はい。